あなたの心の免罪体質、須山拓司です。サイコパスが始まってからは決戦は金曜日、そんな気分でですね、朝起きておりますけども、そんなですね、今週もサイコパス3期第7話の考察をやっていきましょう。今回はですね、思わぬ伏兵が印象深い1時間でした。はい、ということでね、今週でやっとこそ事件解決、これからどうなっていくんかというような感じでございますけども、まあ、これあとね、でも1話では終わらないよねというような展開になってまいりました。続きはですね、やっぱり劇場版になるのか、それともですね、4期になるのか、ここも気になるところなんですけども、まあ、今回のね、タイトルはですね、今までと違って、まあ、横文字ということでね、早速翻訳にかけてみたところ、無駄にね、神の名を取らないでくださいという意味が出てきました。こちらですね、まあ、第7話のタイトルというよりも、まあ、今までのね、サイコパス3のタイトルをちょっと皮肉っているような内容だなと思ったんですけども、まあ、ただね、これだとちょっと翻訳として意味がおかしいんじゃねえのかなと思ってね、もう一回調べてみましたところ、どうやらですね、こちらね、聖書に出てくるモーセの10回のね、3番目、神の名を乱らに、神の名を乱りに捉えてはならないというね、内容となっているようです。またまた聖書が絡んできましたということでね、そしてですね、翻訳は聖書まではカバーできないというのもね、確認することができましたけども、まあ、最終回の第8話はね、どんなタイトルになるんでしょうか。ではですね、今回もまあ感想をこれくらいにいたしましてですね、第7話の考察答え合わせをやっていきましょう。まずね、白木の告発によりですね、判明した4人の当初の計画、終末救済プランからですね、その内容からなんですけども、こちらですね、入国者を守るため紛争国の武器流通を管理し、爆弾テロで悪党を排除し犯罪を暴露するというね、内容となっておりました。一定期間使ったらね、壊れるという武器はですね、やはり武器流通を管理するためだったというね、こととなっております。ただね、爆弾テロに関しましてはですね、通りに乗っ取られてから組み込んだのかと思いきやですね、こちら当初からね、この過激な計画はあったということでございましてですね、入国者を守るためとはいえですね、まあ、なかなか過激な計画をですね、当初から立てておりました。そしてね、その終末救済プランをリクエストに利用され、息子とですね、自分自身への復讐心から、まあ、クリスがですね、変換して実行することとなりました。終末ね、救済プランは、まあ、クリスなりに、ね、変換したんですけども、まあ、通りによって息子は、まあ、植物状態にされ、まあ、自分自身もですね、人為的に、まあ、癌にさせられたんじゃね、まあね、この復讐心が出てくるのも当たり前っちゃね、まあ当たり前ですよね。まあ一瞬だけ出てきたね、ですね、まあ、クリスがね、変換した計画のね、殺害リストにはですね、こちらですね、通りはもちろん、手術をした、まあ、ニヒエ・サブローのこちらの名前もありました。ただね、気になった点といたしましてはですね、こちらのね、殺害リストにはね、仲間であるはずのこのアウマやですね、シノギの名前すらもあるんですよね。まあアウマに関しましてはですね、まあ今回の7話でね、まあクリスがまあ警告したみたいなことを言っていたので、まあまだわかるといたしましてもですね、まあ予想してたようにね、まあ恋人関係ではなかったにしろですね、息子の母親代わりとしてまあ世話になったね、シノギまでまあなぜリストに入れているのか、これはね、なかなかどうなんだいと思うんですけども、まあそういえばですね、シノギがこのね、パスファインダーに撃たれたね、後もですね、クリスはですね、まああまり動揺しておらずね、その後にまあ通りともね、普通に電話していたということで、まあクリスもですね、まあね、シノギを消すことはですね、そもそも知っていたのか、もしくはですね、まあリストに入れているように、まあクリス自身もですね、やはり最終的にはですね、まあ、しのぎも消す予定だったのかもしれません。そしてですね、その理由についてなんですけども、リストにね、それぞれの人物名の下にですね、やってる犯罪名も書かれてるんですけども、まあ、例えばですね、アウマだったら武器密輸となっております。そしてですね、しのぎの方にもここに書かれておりまして、しのぎの方にはですね、財産没収というのがですね、リストにね、書かれておりまして、それがね、このね、リストに入れることになった理由なのかなと思います。まあ、しのぎのやっていたことは、まあ、詳しくはね、まあ、明かされておりませんけれども、財産没収というね、もうこのね、キーワードだけでなかなかの響きがございますし、まあ、武器密輸に負けないようなね、犯罪行為を行っていたということなんでしょう。まあね、しのぎもね、アウマもね、まあ、人が良さそうな感じでしたけれども、まあ、当初のですね、まあ、週末ね、救済プランでも爆破テロを組み込んでいた人たちということなので、ね、まあ、目的のためにはですね、まあ、手段を選ばないね、ところもあったのかなと思います。そしてですね、まあ、仲間であるですね、そのアウマやね、しのぎすらもですね、爆弾テロで排除し、まあ、犯罪をこう暴露する、それがですね、クリスがまあ、最後に言っていた、まあ、息子はもしも目覚めた時、世界がね、綺麗に見えるようにするためのね、新たなね、まあ、終末救済プランだったのかもしれません。そして今回はビフロストの方にも大きな動きがありました。割れる西園寺親子と笑う男どもというね、勝手にタイトルつけさせていただきますけども、もうラブラブと見せかけてですね、実はこのバッチバッチだったですね、この西園寺親子でございますけども、まあ息子がですね、てっきり可愛いからね、コングレスマンにしたいのかなと思っていたらですね、兄の仇かいというようなね、動機でして、そしてですね、息子の通りはね、それを見抜
抜いていて、実はね、まあ、冷えのね、まあ、二人となっておりましたよね。さらにさらに止まらないのはですね、通りは兄との子供ということで、まあ、さらりと衝撃展開入れてくんじゃないよというようなね、ね、そこで思ったんですけども、西園寺京子はですね、妹ヒロイン、正しくはですね、大人になった後の、まあ、妹ヒロインのその後といったようなね、まあ、キャラクターだったというのがね、まあ、判明いたしました。妹ヒロイン48歳というようなね、形でございますけども、まあ、そしてですね、その後違反したら、まあ、一発退場というあの、ラウンドロビンのですね、執行もまあ、えぐかったんですけども、あそこもまあ、確かに衝撃的だったんですけども、私の方はね、こっちの方が個人的にね、衝撃的だったんで、西園寺京子の兄貴はどんな感じだったのかなというような感じでございましてですね、俺の妹はこんなに可愛いわけがないというようなね、感じだったのかなというのがね、すごく気になるんですけども、またですね、YouTube のコメントの方にはですね、このオープニングでね、コングレスマンの3人の中で、西園寺京子だけこう、背中をね、最後向けるんですけれども、それを最後向けるので、まあ、退場するのではないかという予想がありましたけども、こちらは見事当たった形となっております。そしてですね、そんな西園寺親子を陥れたね、白金がにやりと笑ってですね、さらにですね、それを誘導していたのはね、穂村静香というですね、このね、裏の裏のね、欺き合戦というようなね、展開となっておりまして、もうコングレスマンの間でもバッチバチのね、3人となっておりました。そしてですね、まあ、ちょっと気になったのはね、その後にね、まあ、白金が言った残るはね、2人だけという、まあ、セリフからですね、まあ、席が空いてもね、まあ、コングレスマンが増やさないっていうことなんですかね、ここはね、まあ、第8割はどうなってくるのかっていうのがね、見どころでございますけども、あとはですね、忘れちゃいけないね、今回の裏で暗躍しておりました、あずさわでございますということで、やはりですね、まあ、前回思ってた通り、西園寺親子2人をまとめて消し去ってきた、あずさわさんでございます。このあずさわとですね、静香、この2人がですね、ビッグロスとのラスボスになりそうな予感、ビンビンしてきました。そして主人公サイドにも目を移しましょう。まずは、新田父でございますね。このメンタルトレースで、まあ、しのぎとの会話などで、まあ、今回もたびたび登場した新田父でございますけども、特にですね、このメンタルトレース中にね、いろんなキーワードが飛び出してきました。まあ、最初に言ったのはね、まあ、狐の顔のね、新田父なのかどうかわかんないですけど、まあその男が言ってたのは、もしもですね、100年がこの一瞬の出来事だったとしても、あといろいろ言ってるんですけど、この後ここここここって言ってて、聞き取りが何度聞いても聞き取れなかったんですけども、まあ、聞き取れた部分だけだとしたら、もしも100年がこの一瞬の出来事だったとしてもですね、そしてね、その後にですね、新た父が出てきて、これが真実だと言ってですね、まあ、その後もう一回ですね、今度はクリスの時のね、メンタルトレースで、ね、出てきたのが、お前のサイコパスは特別だというね、まあ、この3つのフレーズが出てきたんですですけども、まあ、最初の2つはちょっと断片的すぎてまだ分かりませんけれども、まあ、この最後のセリフの意味はですね、7話で判明いたしましたね。それはね、新たが免罪体質ということでございますね。こちらも YouTube のコメントの方に予想がありましたけれども、そちらが当たった形となっておりました。まあ、ストレスがかかる場面でもね、逆に犯罪ケースがガンガン下がっても最終的にまゼロということでね、まるで牧島翔吾じゃないかというようなね、展開でございますけれども、この牧島とね、新たをこう並べてみると分かるんですけれども、目の色がねこう同じなんですよね、どちらもこう色がかった目の色をしているということで、まあ、免罪体質はこの目の色でもしかしたら見分けることができるのかもしれません、そしてですね、こちらはちょっと余談となるんですけれども、まあ、平川がですね下月にその報告書を送る時のこの送り先名をね見ていただけたらね、分かるかなと思うんですけども、平川ってね下月のことをねみかんさんって呼んでるのっていう、ね、ここもねちょっと、気になりました。やっぱり外務省行動課は最高だぜっていうようなね、今回は展開でしたね。まあ、経緯を助けるのはやはりね、外務省行動家だったということでね、まあ、てっきりね、まあ、これ潜入してるのは、鴻上かなって私は予想してたんですけど、まあ、ここはちょっと外れちゃいましたけども、まあ、ギノザとね、まあ、スゴーでしたね。まあ、経緯の奥さん、この舞子の救出のための、まあ、情報もくれてですね、まあ、リストにあったね、二平三郎も、まあ、とっ捕まえましてですね、やっぱりですね、外務省行動家は最高だぜとね、もう一回言いたくなるようなね、展開でございましたけども、ただね、私の大好きな、鴻上だけ今回出てこなかった何をしていたのかなというのがちょっと、ね、気になるんですけども、となるとですね、やはり前回のですね、ザハリアスね、夫妻の船に忍び込んだのが、まあ、鴻上だったのかなというのがね、考えられます。まあ、ここはね、8話で明かされるのか、それとも、このパスファインダーのフラグに繋がっていくのか、まあ、しなぎ殺害にですね、外務省の足止め、そして小宮カリナ襲撃とですね、早速しっかりと存在感を放ったですね、このベテラン、パスファインダーの2人となっております。まあ、あずさわのですね、昔の一画家にリベンジしたいんでしょ？チャンスは作るよというようなセリフからですね、まあ、2人が所属していたピースブレイカーはですね、まあ、一画家が潰したみたいで、ね、ここで間違いないんじゃないかなと思います。そしてですね、チャンスは作るよのセリフからですね、また出てくるのはこちら濃厚となっております。まあ、今
回のですね、外務省のちょっと見えない動きといいですね、パスファインダーのこの再登場のフラグといいですね、これ続編がやっぱり来そうなね、流れがビンビンと来ております。あとね、まあ、前回通りに対してね、パスファインダーはね、野蛮で嫌だとか言ってた、まあ、あずさわだったんですが、まあ、こう仕事だなとかきっちりやってくるこの憎らしさとなっております。まあ、というかですね、ちょっとあずさわのキャラクターとからしたらですね、通りに言ったそのセリフすらね、嘘だったんじゃないのかなというようなね、まあ、読めない男ではございます。そして前回から一番気になってたのはね、やっぱり K の奥さん、マイクの行方なんですけども、まあ、K の奥さんのマイクを襲うのはですね、このマキシマの悪夢再びみたいな感じでございました。まあ、K はですね、外務省に助けられたけどですね、奥さんのマイクは、ま、通りに人質に取られて、ま、逃亡される。そして追いついた K とね、この通りのやりとりがですね、もうアニメ一期の、ま、常森とね、このマキシマのやりとりでね、デジャブしてしょうがなかったよというか、もうこれ狙ってましたよね。この場所とかですね、構図などはかなり意識していたんでしょうね。まあ、このね、決定的な場面とかもですね、やはりね、似てるなっていうようなね、形でなっておりまして、もうマイコもですね、常森も友達のあの、ユキのようになってしまうのかというね、最悪の展開をこう、頭をよぐったんですけれども、こちらも違った意味でも衝撃展開でしたということでございましてですね、このマイコがこうよくわからん、こう動き、キュキュッキュッって、どうしてんのかって何回見てもよくわからなかったんですけどもね、銃を逆に奪い取ってね、逆に通りにぶっ放すというね、この衝撃展開、しかも撃つのもね、手慣れてんじゃねえかというようなね、これもうほんと見事すぎてね、あっけに取られてしまいましたということでね、もう急いで巻き戻したりしたんですけど、まあ、ここはね、ちょっと予想できなかったなと思ったんですけども、でも考えてみればですね、まあ、K と一緒にこう、ロシアに戻ったので、マイコもこう、兵士となっている、まあ、可能性はね、十分にありますよね。まあ、兵士じゃなくてもね、軍事訓練ぐらいは、ね、受けてるっていうのはね、その辺はあるっていうのはね、まあ、十分可能性はありました。ってことでね、まあ、最悪のね、マイコのおかげでバッドエンドにならず、今一発逆転のハッピーエンドとね、思いきやですね、ここで終わらないのがやはり最発となっておりまして、色相は濁って施設入り会というこのね、なんとも言えないですね、結末、この、バッドエンドではないんだけれども、ハッピーエンドもでもないってね、なんかややバッドエンドみたいなね、この結末でね、これはどうなのかなというような、まあ、ね、というような感じでございましたけども、ただね、これもですね、その場面をね、この打った場面をね、見てみると、まあ、色相が濁る理由もわかります。これはですね、マイコがこう、元兵士、もしくはですね、そういった軍事訓練を受けているものとね、仮定して、まあ、考えるとですね、まあ、その状況で、まあ、ほぼね、戦闘素人の通りからも銃を奪った、もう、この段階でね、もう勝負は決まっとるわけですね。マイコが銃を持ってね、まあ、素人のね、通りがもうね、丸腰なわけですから、まあ、そして K もね、近くにいるんで、まあ、K もね、協力したら、まあ、殺さずにね、捕まえることもできたでしょうし、もしくはですね、まあ、急所を外してですね、まあ、動けなくすることもね、できたと思うんですよ。そんな圧倒的なね、有利な状況でですね、こちら数えてみたら3発も撃ち込んでいたということで、こちらもう明確な殺意があるということで、まあ、これは犯罪ケースが上がってもおかしくないなというようなね、状況となっております。これですね、今の日本の法律でもですね、多分過剰防衛として取られてしまうんじゃないかなとね、思えるような状況となっておりました。これで一件落着というよりもですね、まあ、K とマイコの2人はもうこれからといったような感じのね、終わり方となっておりまして、マイコのこの色相がですね、このまま回復しないんだったら、まあ、あのね、オープニングにあるような、まあ、K の闇討ちルートはですね、闇落ちルートはですね、まだ残りそうですし、まあ、新たとのね、関係にもやっぱひびが入ってきそうですね。そしてね、まあ、エピローグ的なものに入っていくとね、今回はしっかりと出番があった常森茜ですね。まあ、さすがに常森と局長は新たなね、免罪体質については知っていたようで、まあ、それをね、利用としようとする、まあ、局長に対してね、常森が言ったら、こうと死して倉庫になる、誰も使い捨てにさせないとね、言っておりましたけども、まあ、この常森のセリフね、まず何言ってんだっていうね、もうね、こうとなんとかというところ、部分がよくわからなかったんですけども、こちらもしっかりと調べてみました。こうと死して倉庫になるとはですね、敵国が滅びた後はですね、軍事に尽くした、後進も不要とされて殺されというということの、ま、例えとなっております。まあ、これはつまりですね、ビフロストを滅ぼした後はですね、シュビラがですね、新たを殺すという意味なんでしょうかね。まあ、新ただけじゃないかもしれませんけれども、そしてですね、それを常森が止めるよというね、まあ、宣言したわけでございますけれども、ただね、まあ、この場所からね、常森に何ができるのかという疑問はございますけれども、もしかしたらこちらも何か考えがあるのかもしれません。そして今回の最後の最後はこちら、キサラギさんでございますね。エピローグに登場したのはね、エンディングのエピローグに登場したのはキサラギでございますけども、罪を告白してもいいですかというね、まあ、このセリフからですね、まあね、あずさわについてね、まあ、告白するんじゃないのかなと思いますけども、また罪と言ってることからですね、もしかしたらですね、キサラギももしかしたらインスペクターの一人だったのか、まあ、今のね、小畑千代みたいに、まあ、あずさわと組んでね、行動していたというね、線も出てくるんじゃないかなと思いました。はい。
ということでね、これはね、もう続編決定とね、思っていい第7話かなと思います。まあ、あと1話でもこれ絶対終わらないよということなんでね、どういった続編になるんでしょうか。私もですね、いくつかね、ちょっとパターン考えてみたんですけどね、まあそういった動画も出そうかなと思ったんですけども、でも8話後にね、どうせ発表されるか、まあそれはいいかなとね、思いつつですね、まあこういったですね、アニメをより楽しめる動画を随時出しておりますので、チャンネル登録、もしくはね、グッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。